よーい、はい。俳優、創作アーティスト、ノン。あれが私の作品なんだって。なんでそれだけの。劇場映画として初の監督作、映画リボンが2月25日公開。ゴミじゃない。日本公開に先駆け上映された上海国際映画祭、上映チケットはわずか5分で完売。心をつかまれた上海の観客からは高い評価の数々。世界中の人に見てほしいなって思いますね。みんなのモヤモヤを代わりに発散しているような映画になったと思います。この感じはめちゃめちゃいい。コロナ禍で多くの制限がかかる中進められた撮影現場の裏側にカメラが密着。 OK です。はい、はい、OK。 脚本、監督、主演、全てを務めた彼女の素顔。のんちゃんの思いが形になった。人間力で輝いてる人だなっていうふうに思いました。ノン監督が描く初の劇場長編映画リボン、本作へかける彼女の思いに迫る。この物語の主人公、浅川いつか。新型コロナウイルス感染予防の卒展の方は中止をするということで。新型コロナが蔓延した影響で彼女が通う美術大学でも卒業制作展の中止を余儀なくされてしまった。作ってきたもの全部ゴミになった気分。ゴミ。時間をかけて制作した作品を誰にも見せることなく持ち帰るいつか。何のために4年間頑張ったんだか分かんないよ。うわー。表現の術を奪われ自分のやるべきことを見出せない彼女は公園である男性と出会う。これすごくいい。忘れかけていた絵を描くことに対する思い。なんでそれだけ。そして親友平井と本音をぶつけ合ったことでいつかの心が動き出す。ゴミじゃない。パポ、はい、OK です。はい、あれが私の作品なんだ。ノン監督自身、劇場長編映画としては初の監督作となる今作をどういった経緯で制作することになったのか。自分が美大生にすごく憧れがあって、コロナ禍の、お話を書くにあたってどういう何をしてる子を主人公にしようかなって考えた時に、あ、自分が憧れだった美大生をたどってみるのはどうかなと思って、美大生の方のことをネットで調べてるうちに、卒業制作展ができなくて自分が1年かけて制作してきた作品がゴミのように思えてしまったっていうインタビューを見つけて、その気持ちに共感してこれだと思って書き進めていきました。よーい、はい。クランクインのおよそ3週間前、本番前に実際のカメラを使ってテスト撮影が行われた。ありがとうございます。いい感じですね。なんかこんな感じっていうのがこのテストで作れる。撮影に入る前に作品全体のトーンや映像の色味などのイメージをカメラマンと共有していく。リボンのやつとかはすごくよくて、あのくらいちょっと、はい、異空間っていうか、な感じでリボンが映ってるのが素敵でした。そして迎えたクランクイン。監督および主演、浅川いつか役のノンさんです。お願いします。今日からノン組クランクインとなります。20日間になりますがどうぞよろしくお願いします。お願いします。よーい、はい。今作では監督と主演の両方をノン自ら務めた。 OK。はい、まずは本番撮影前に
自らが演技をしリハーサルを行う。で最後アーモーが、横からの引きで、はい、リハーサルをもとに撮影スタッフとともにカット割りを入念に打ち合わせ。あ、ちっちゃい引き、はい、その後代役に演技をしてもらいアングルを最終確認していく。そして本番。はい、カット、解除解除解除、行きます。はい、自らカットをかけ休む間もなくモニターをチェック。OK です。 OK、 眠くならないなって思いました。監督をやってる時はずっとなんか頭がフル回転しててアドレナリンが出てて、はっ、今までの監督たちはこういう感覚だったのかみたいな、そういうのを実感しましたね。難しかったですね。私は撮りたいものを思考して演出を考えて次のこととかも考えながら作ることに頭がいってる時に、じゃあ監督入ってくださいみたいな感じで演じなきゃいけないっていうのが、役の集中力に切り替えるのが結構くたびれました。そんな監督の印象を同世代のメインキャストはどう感じていたのか。まずはいつかの親友平井を演じる山下理央。あまちゃん以来の共演で、誰よりも私がのんちゃんの味方でいるって決めて意気込んで入ったんですけど、お芝居の熱でがすごかったので、それをちゃんと打ち返していこうって思ってました。のんちゃんのその思いが形になった今の時代、今だからこそ撮れる作品に私も参加できて嬉しいなと思いました。続いてはいつかが公園で出会う不思議な男を演じる渡辺大知。自分の頭の中で描いてる、景色みたいなのをこう一つの映画に表現しようと、ああでもないこうでもないっていろいろ考えていらっしゃる人だなっていうのをすごい感じました。時には頼られながら、でも監督がやっぱ人間力あるんで、みんな監督のためについていこうっていう人間力で輝いてる人だなっていうふうに思いました。メロンパン持ってけって言われたんだけどちゃんと断ってよ。いつかの妹、はい、前役の小野花凛は、ふわふわ普段されていらっしゃるからどういう監督なんだろうと思ったんですけど、見た目とは裏腹に本当にこう決めるとこは決めるし、いらないものはいらないっておっしゃるし、ダメなことはダメ、いいものはいいって言って、やっぱこう意見がはっきりされていて頼もしいと言いますか、ギャップがあってとってもかっこいい監督でした。お父さんがなんか不審者みたいな。そしていつかを温かく見守る両親を演じるのはノン初監督作オチをつけなんせでも共演があるこの二人。いつかの父役には菅原大吉。監督、やってけんのかっていうところ、もっと前の方がいいですか。こっち見ちゃうと顔映んなくなっちゃうでしょ。ああそうですね、ちょっと、ね、本当の親子ほど年が離れた菅原からも監督として頼られるのん。あんた何してたの、頭ボサボサで。いつか娘を心配するいつかの母役には春木美沙代。いつかちゃんと絵描いてんの。描いてるよ、映画の深みが。本当ですか。冒頭なんで。さらにこんなサプライズゲストも。教授役の岩井俊二監督です。よろしくお願いします。よーはい
あ、すいません、はい。今作では出演だけでなく予告編の制作も岩井が担当している。現場の雰囲気も良くて、ノン監督もすごいこう的確で、こう初めてと思えない素晴らしい演出をされてたと思います。主人公のいつかの感情の揺れをリボンで表現できたらなっていうふうに思ってました。そしてノン監督が今作で一番こだわった部分、それは随所に出てくる特撮で表現されたリボン。 CG 舞台で樋口監督とか尾上克郎監督が集まってくださったんですけど、私がこういう風に見えたい、こういうリボンを作りたい、滑らかな動きでちょっと異様な動きが映像の中に溶け込んでたいとか、そういう打ち合わせをミーティングをした時に、あ、これは CG じゃないのかもねっていう話になって、怒ってる時とかモヤモヤしてる時とか、人にはぶつけられない自分の中に押し込めてる感情がリボンに現れるっていう、そういう風に表現してました。なんか絵に入ってってるみたいな表現とかも、なんか通り抜けちゃったみたいに見えないですかね、じわってなるの、じわとかそういうエフェクトっぽいなんか表現とかも。現場では合成チームのスタッフとイメージの共有が入念に行われていた。じゃあ例えば絵の具でこれから描くんですよ、か塗った直後の絵の具にこう入ってくる、あ、塗ってるところに入っていって、それが絵の具になったみたいな、なっていくみたいな、そういうことだったりで、素敵だと思います。あ、じゃあそうします。綺麗に塗っていけたらいいですね、うん、例えば今回の作品でいうとリボンが出てくるので、ちょっとファンタジックな要素だと思うんですが、脚本だけで読んでるとどのくらいのファンタジー度合いなのかがわからない。いろんなテストをして、あ、これかもしれないっていうのを見つけて、でイメージボードを作って資料を集めたりとか、自分で絵に描いてその絵にリボンを貼り付けてイメージを伝えたりとか、そういうことをしていました。資料用意、はい。今作の中でいつかが制作するこの絵画、実はノン監督自身が描き上げたもの。撮影の合間にはこうして少しずつ手を加える。そしてこのシーンの本番前にはこんな場面も。自ら絵の具を塗って顔を汚すノン監督。そして迎えた撮影最終日。OK です。 OK。 この下りは終わり、終わり。そして以上をもちましてノン組クランクアップになります。お疲れ様でした。本当に素晴らしい優秀なスタッフの方が集まってくださって、毎日毎日も最高の映像が撮れてて、すごい作品にしなきゃって、本当にお疲れ様でした。世界中の人に見てほしいなって思いますね。コロナ禍の作品なんですけど、今までの普通が変わってしまったりとか、そういうことへのフラストレーションが溜まってると思うんですね。そのモヤモヤを晴らせるような、みんなのモヤモヤを代わりに発散しているような映画になったと思います。たくさんの方に見ていただいて、悔しさだったりとかモヤモヤした気持ちを晴らすことができたらいいなって思います。君の翼は消えてないよ、その羽に今移動してたいよ、閉ざされた闇は終わって取り戻すの、心は君だけ。
込みじゃない。